武蔵中学校、高等学校、武蔵中学校、高等学校、武蔵中学校、高等学校は、東京都練馬区豊玉上に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校である。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校である。根津育英会武蔵学園が設置した、旧制武蔵高等学校を前身とする、 私立中高一貫性男子校、三理想という事実上の校訓内思講座があり、その内容は、である。これは、開校者年度の入学式で、市聞特郎が述べたものについて、1929年に表現上の変更をしたものである。実質的には、山本良吉の総案と思われ、彼が1920年から1年間言った。 欧米視察旅行の反省を踏まえたものであった。山本は1937年の創立15周年、座談会で三理想の第一項、第二項について次のように述べている。また、第三項は従来の暗記中心の注入主義的な教育に対し自分の頭で考えることを進めるものであり、教授とは人生に必要な一切の知識を与えることではなく、よく、 自ら考え、自ら判断し、最も適当の方法をとっていくための力を養う、ことが寛容との山本の考えを表しているという。1922年、大正11年、第二次高等学校令に基づき7年生の、旧制高等学校、武蔵高等学校として創立されたのが始まり、創立者は、根津在閥初代総帥の根津海一郎で、賛同した、 宮島誠二郎、正田定一郎らは理事となった。初代校長には、市木喜喜徳郎、さらに評議員として、北条時吉、平田塔介、岡田良平、山川健二郎などを教育会から迎えた。管理の東京高校と並んで、日本最初の七年生高校であり、日本で最初の私立高校でもあった。後に七年生高校としては、府立高等学校も設立され、 七年生高校は、当時の富士一中一校、東大ラインに変わり得る、新たなエリートラインとして対等しつつある存在でも、あったが、太平洋戦争に突入し人気が急落、道半ばとなってしまった。そのため、七年生高校の評価は定まっていない。1948年、昭和23年に、学校教育法に基づき新生高校、武蔵高等学校が、発足。 1949年、昭和24年に、新生中学、武蔵中学校が発足した。中学校の定員は3クラス140名、高校の定員は4クラス180名、40名を外部から募集であったが、2000年、平成12年には、高校からの募集を停止し、完全中高一貫校となり、現在に至る。2015年現在、 募集定員は4クラス160名となっている。旧西武蔵高校は、山本良吉教頭、当初の主導のもと、英国のパブリックスクールを模範とし、1学年の定員80人で純粋培養、少数精鋭の知的スパルタ教育を掲げ、当時流行していた野球を禁じ、猛勉強を推奨した。それゆえ、東京帝国大学合格者数では及ばないまでも、 進学率で一校、東京高校等と首位の座を争ったこともあった。しかし、厳格な成績評価による留年、スパルタ教育から離脱する生徒の退学が相次ぎ、当初の入学者数が卒業時には半数以下の38人になる年もあった。もともとは東京高等学校という名称になる予定だったが、官立で東京高等学校を設立することが決定され、 名称を上として欲しいとの申し入れを受け、東京府の旧国名から、武蔵と命名された。この名称は、両政国の一つ、武蔵の国の地名及び、部、州部、部治める数分、部治め分を、高支部という平和主義を託し、創立時の人々の思いが反映された公名である。また創立関係資料によると、武蔵は古来強き人が出たところで、 大式漢字が起こると記されている。中学、高校としては、東京都内でも最大規模のキャンパスを持つ。キャンパス内の自然の多さが特徴で、緑の多さは、武蔵野の面影を今に残し、キャンパス内にすすぎ川という小川が流れている現在は人工河川となっている。名称は、素地の漁夫にちなむ。以前は、同川の流域を中心に、リやアヒルが、 敷地内に放し飼いにされていたが、現在では愛好会であった豊作会の消滅と共に姿を消し、現在では総合講座の一環として新たにヤギを飼育している。高歌にも歌われる大オケヤキは樹齢200年を数える大木で、大学三号館の中庭にある。1928年学生、武蔵大学園ごキャンパス内にある学園全体で共用する大行堂は、 約1000名を収容し、大熊高堂、日比谷公会堂などを手掛けた佐藤光一により設計された。しばしばテレビドラマや映画の撮影などに使われており、2011年に全面改修工事を完了している。佐藤は1923年に竣工した校舎も設計しており、これは現在の武蔵大学3号館である。体育館には、 バスケットボールコート2面の他に、剣道場、合気道場、卓球場やトレーニングルームがある。その他にテニスコート5面、クレーコート2面、ハードコート3面を有する。2007年に人工芝化された2面のグラウンド、屋外プールも設置されており、これらは中高専用設備である。また、大学と教養の屋内温水プール、推進自動調整課なども利用している。 2004年完成の図書館棟には、高中図書館があり、蔵書は7万冊。また、武蔵大学の大学図書館及び、洋書プラザは、高中図書館より移設されたものを多く含む65万冊の蔵書を有し、中高生の利用が可能である。理科関連施設としては実験室を5室、太陽観測所、気象観測所、標本庫などのほか、再演を有している。 理科設備は特に充実しており、2017年12月に完成した理科特別教室胸には、電子顕微鏡、双眼実体顕微鏡、偏光顕微鏡や、屈折望遠鏡、観測ドームなどの先進設備を有する。その他、郊外施設として、埼玉県秩父に3万2000メートルの学校山林、群馬県赤城山に赤城青山漁、 長野県八方を根黒菱に武蔵山荘などを有する。千葉県外房のうばら寮は2015年3月で平漁学園設立100周年事業の一環として校舎の整備が進められており、2017年12月に理科特別教室棟が完成した。その他、現在の東東跡地にエントランス部を新築する計画がある。また、テニスコート2面は、 キ九リカムネア土地に移設し、校舎外交全体の整備も行う。全体の完成を2019年3月を目指して進めている。自由な校風で知られる本校は、制服はなく、校則における禁止事項もほとんどない。戦前においては、制服、制防の着用が義務付けられており、ほとんどの旧正高校の制防には、 白線が巻かれていたが、白線は巻かないよう取り決められた。他に白線を巻かない性暴を採用した旧正高校には、正常高校などがあるが、正常高校において、これに反発した生徒が白線運動を起こしたように、これを歓迎しない者もいた。戦後、白線に関する議論が浮上し、その結果として、服装規則が撤廃されることが決定され、 現在に至るまで私服校として続いている。また、校則で定められている禁止事項は、自動二輪、三輪、四輪による通学や校舎内での下駄吐き、麻雀などごく限られている。自動二輪、三輪、四輪による通学禁止は、止める場所がないから校舎内での下駄吐き禁止は、うるさいからとされ、書くべき校則があまりにも少ないからという理由で、 生徒手帳の類はない。気象のデザインは、当時東京美術学校の生徒であった、一木の次男が原案を作成し、伊藤中太と新海武太郎の協力により完成されたもの。俗日本記の神語敬運2年武蔵国今白地にちなみ、白地をモチーフにしている。旧正高校時代の寮下には、武蔵参加や、石別の符があり、 全社は、新生高校及び大学でも、校歌とされている。詳しくは、両家の一覧も参照されたい。しかし、武蔵参加などは、現在の生徒の間では、歌詞の内容の認知度などが低いのが実情である。授業では、科目によっては、文科省指定教科書をほとんど用いず、オリジナルのプリントや文庫本等を教材にする。一部科目では、 高校レベルを大きく超えた内容も扱うなど、教養教育が大きな特徴。また、夏季休暇前に行われる特別授業や、高校1年の総合講座では、科目編成にとらわれない実習や講演が開かれる。語学教育は、英語では、コールを取り入れるなど、先進的手法の導入に積極的である。また、中学3年より全員。 高校からは選択者のみが週2時間の第2外国語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語から選択を学んでおり交換留学を行っている。2009年にはテンプル大学ジャパンキャンパスとの教育、学術上の連携に関する基本協定を締結し、英語教育に関する様々な連携事業が行われている。創立者の意向により学業、 人物共に優秀な生徒には卒業時に根津賞が贈られる。また、生徒の自主研究活動に授与される山川賞、山本賞という表彰制度があり、それぞれ理科的研究、文化的研究に与えられる。その他、課外の研究活動に対して研究費用の一部を補助する野外研究奨励基金が設けられており、生徒の自主的活動への援助を惜しまない興奮が、 未適な制度としても現れている。また、高校から海外の大学に直接進学する際の海外、直接進学奨学金を設置している。国公立大学、私立大学それぞれ進学者数が多い順に5番目までの大学は以下の通り。2018年の卒業生数は168名、進学者数には老人生、82名も含む。 学内には12の運動部、13の文化部のほか、同好会、愛好会、研究会、報道班、放送班があり、広大なコーチと豊かな設備を利用して自由活発な活動が行われている。運動部には、サッカー部、バレーボール部、バスケットボール部、山岳部、卓球部、軟式テニス部、公式テニス部、水泳部、野球部、剣道部、 陸士競技部、合気道部などがある。文化部は、太陽観測部、気象部、音楽部、民族文化部、物理部、科学部、地学部、生物部、将棋部、ESS、鉄道研究部、技術部、ジャグリング部などが活発に活動している。バスケットボール部は1950年代に全国大会で3度の優勝を飾ったことがある。水泳部、 水球は1970年代に2度全国大会準優勝をしている。近年では高校サッカー部が東京都大会でベスト4に進出2015年するなど躍進。高校野球部も西東京大会でベスト16に入る2015年活躍を見せている。将棋部においては高校全国大会で団体ベスト82014年新人戦では 個人全国優勝2014年関東中学将棋団体戦で優勝2013年するなど長きにわたり活躍を続けている。ジャグリング部は全国大会で個人優勝と準優勝を果たしている2014年。また個人レベルにおいても国際数学オリンピック2004年や国際科学オリンピック2015年、国際生物学オリンピック、 2017年でメダルを獲得するなど、多様な分野での自主的な活動が行われている。記念祭、体育祭、恐怖大会の3行事は、武蔵三大行事と呼ばれており、いずれも選挙で選ばれた、省委員長を中心として生徒が主体となり計画、実行される。教員の介入がほぼ存在せず、生徒側に一切の意思決定を認めていることから、生徒には、 高い自立性が期待されている。他にも、箱根で行われる、地学準券、中学1年次、1940年より続く秩父に、保有する、学校三輪への三輪遠足、中学1年次、希望者向けの長野、志賀高原でのスキー教室、国語の授業の一環として行われる歌舞伎教室、歌舞伎鑑賞教室、中学3年次など、多くの校外学習が行われている。 なお修学旅行は以前は奈良へ行っていたが集団の中に個人の責任が埋没するということに加え他の形で代替可能であるなどの理由から1978年に廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。